とにかく僕次のワールドカップ最低でも次のワールドカップまでは目指してるんで。いや行けよ、いいじゃん。フィールドで4大会はおらんやろ。しかも中2日3日でずっと試合が続いて、まあ代表とか言ってたら移動距離も含めて、うん、ACL も含めてすごいんですけど、この数字本気でやばいですね。だから俺にとったらメッシも天才かもしれんけど、ユウトも天才やの、俺の中で。チャオトゥッティ、今日はですね、いやーすごい人に来ていただきますよ。遠藤康人さんです。やっとさんですよ。鉄人です。天才です、僕の中でも。やっとさんは。数々のね、これまでもあの記録を、まあ、残し続けてるね、まあ、継続してる方なんです。代表でも一緒にプレーさせてもらったんですけど、とにかく僕、天才パスターのね、あのランキングをあの前にやったんですけど、その時にまあ1位で、やっとさんを選んだんですけど、とにかくすごい。もう能力もサッカーのセンスも人間性もメンタルも全てにおいてハイレベルだけではこう言い表せない、もうハイレベル以上のもうレベルの人だなと僕自身思ってます。で僕自身もやっぱり、まあ、サッカーをね目指すっていうのはもうあまりにもプレースタイルが違うんで、長友とねヤトさんはあれなんですけど、やっぱりヤトさんの目指し、残してきているそういう記録だったりとか、代表でもね歴代試合数ナンバーワンなんですよ。152試合ですよ。まあとにかくもう今日いろんなこと聞きたいです。もうピッチの中でどういう風な、考え方とか見え方をしてるのかとか、あとはメンタルですね。とにかくぶれないんですよ。まあ強いと言いますか、しなやかと言いますか、とにかくあの平常心ですね。まあ平常心が僕自身メンタルで一番強いと思ってまして、うん、どんな状況でもどんな環境でも平常心で戦える、望める、そういった部分も含めてですね、やっとさんの考え方を聞いていきたいと思います。やっとさん、ういっす、元気ですか。元気よ。まずやっとさん、僕何年ぶりっすか。代表以来ですよね。そうだね、代表以来ね。5、6年ぶりか。5、6年ぶりっすか。いやでもなんか久しぶりに会った感じしないんですけど、やっとさんなんか僕あのニュースとかで見てるから。いやいや俺もね。お互いね。お互いね。いやいやいや全然変わってないですね、見た目も。え、やっとさん今40ですよね。そうよ、40。全然見た目もあれも変わんないですね、全くそのままっすね。結構年取ったで。年取った。何なんすか、年取ったでと言いながらバリバリ記録を更新続けるのね。いやいやいや、たまたまこれは。やっとさん、はい、もうやっとさんといえばね、もうあのとにかく 僕の中ではもう大記録を残し続けてる、まあ、継続してる人なんですよ、うん、別人なんですよ、言ったら。まあ言ったら、日本代表歴代数もナンバーワン152試合で、僕が今2位で井原さんと並んで122試合なんですよ。並んでんな、今。今2位で井原さんと並んで122なんですよ、僕。やっと2位に来れたと思ってね、ここまでのこの、まあ、振り返りながら、うわいろいろあったなと思って、でもやっとこれだけ戦ってきて2位に上がってきたと思って1位見たら、やっとさんさ、遠すぎやって、うん、あと30試合やめてよ。30試合は結構でかいな。ちょっとね、30試合ってだって年間の代表数って試合数って大体10試合じゃないですか、大体ね。まあね。でもさ、フルで出続けて3年やってやっとさんの記録に並ぶんですよ。ああ、え、ゆうと今何歳？僕33で、今年34になります。3年か、うん、いけるな。いやいやいや、ちょっと待って。いけるってさ、簡単に言わないよ。いや、簡単に言わないよ。いや、でも35ぐらいからもうよっぽど頑張らないと多分ね、代表とか結構きつくなる。いや、やっとさん的にどうですか、どのぐらいからやっぱその体もそうだし代表レベルできつくなってくるなっていう風に思ったんですか。ね、正直アギーレの時やったやん、アジアカップとか。はいはい、アジアカップですね。あの辺とかはもう全然まだ大丈夫と思ってた。バリバリやってましたもんね。だからあの時が35か、はい、ワールドカップの後やったやから。はい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 、35、6、7ぐらいまでは全然いけるような感じだったけどね。いや、まあ、僕も記憶なんで、アジアカップめっちゃ普通にやってたなと思って、やつさん。そう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 。監督のスタイルとかにもよるけどね。はいはいはい。やつさん、あのシャドウでやってますよね。シャドウというか、あのインサイドハッカー。そうそうそう。楽しいとこでやってたから、俺は。まあでも、体力的には全然大丈夫やったよ。35、6ぐらいは。むしろ、どのぐらいからちょっと体力的に、まあちょっと、まあ違いがちょっと、まあ、リカバリーも含めてしんどくなるなっていうのを。どっちかというとリカバリーよ、やっぱり。ああ、やっぱりね。やってる時はそんな感じないけど、
うん、なんかよくさ筋肉痛2日後に来るとかあるやん。はいはいはい。あれすげえ実感してる。ああ。そうそう、今とかね特に。もう絶対2日後に筋肉痛が来てみたいな。うん、2日後とか、なんかこう立ったりさ、うん、うん。動くたんびに、よっこらしょみたいなさ。はいはい。感じになるよ。でもそのピッチの中ではどうなんですか、うん、まあピッチの中でのリカバリーもあるじゃないですか。上がった時のかかり具合が若い時と違うとか、空間の溜まり方でもね 日による。あ、コンディションによるんだ。まあコンディションにはよるけど、うん、なんかそこまでそんなすごいめちゃめちゃ感じるとかはないけど、まあでもやっぱり若いやつが横にいると走るねって感じてみる。あ、だからより頭使って、うん、こうパワーの使いどころをうまく分けないと。なるほど。もう最初からバーンっていっちゃうと、うん、なんかやっぱり20歳とか20代のやつであれば回復とか遅いから絶対ね。はいはいはい。そうそう、その辺はだから頭使ってるよね、やっぱり。なるほど、そうか。じゃあまあまあ体力的には全然ちゃんとコンディション整えてれば代表でもやっていく。全然大丈夫、全然いける。いや、じゃあちょっととにかく僕次のワールドカップ最低でも次のワールドカップまでは目指してるんで。いや行けよ、フィールドで4大会はおらんやろ。そうですね、いないですね今。ほら、行けるって。いや、簡単に言い過ぎやっても。行け言うと。いや、まあ、もう本当にちょっと、ヤットさんを目指して、まずは。ちょっと遠いんですけど、ヤットさん目指して頑張りますよ。その、まあまあ、そこ目指してたら多分、まあ、そのワールドカップも繋がると思うんで。そうやね、そうやね。うん、うん。ちょうどそれぐらいで迎えれるんじゃない？いや、本当ヤットさん目指してるんですよ、僕。今。うん、何が代表で目標って、ワールドカップとヤットさんの記録っていうのを目標に。記録ね。ギリギリで止めといて、151とか。いやいや、行けよって言いながら。行けよって言ってたよ、今。ギリギリで。150って、まあ、今でもすごいからね、120でって言って。いや、120だって、でも、アジアの壁の井原さんっすよ。いや、そうよ。だって俺、ゆうとがさ、代表初めて来た時さ、うん、なんかもう坊主みたいな感じで来てたやん。はいはいはい。なんだこの丸坊主だと思ってたもん。いや、ぶっちゃけさ、やつさんさ、僕、まあ、2008年に初めて代表に入ったんですよ。はいはい、初めてこうやって見て、僕のプレーも一緒にプレーもしたりとかしてさ、ここまでやれると正直思ってました。いや、全然思ってなかったよ。いや、ちょっと待って、ここまでやれるとかって自分で言ったらあれですけど、まあ、長くね。代表でね、まあ、長くね、うん。俺だって初めて見たのが、ユートのオリンピック世代のどこやったかなんか国立かなんかでやった試合、はいはい、マレーシア戦ですね。初めて大学生であかな。で、うわこの子めっちゃ元気あるなと思ってたもん。よく走るねみたいな。あの時からちょっと印象には残ってたんですか。よく走る。そうよ、そうよ、残ってたよ。よく走ってちょっとこのなんていうの、まあ、大学生っていうだけでほら、あ、いや、まあまあまあ、目立つやん、周りプロやから。そうですね、大体ね、うん、だ、大学生ですごいの頑張ってるなが初めてよ、俺テレビで。そうなんですね。そうそうそう。で、それがユートって、その、俺あんま名前とかに興味ないから。はい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 。ああ、でも、あ、あの子が代表来たんやな、みたいな。でも、いや、よく走る子やね、みたいな。最初はね。さっきからよく走る。最初はね。よく走るしか言ってないじゃないですか、だから。いや、だってそれしか出てこへん。それしか出てこない。いや、最初はよ。それは否定できない。それは否定できないよ。で、そこからさ、こう徐々にこうステップアップしていって、代表でも、まあ、あの時、F 島に入ってさ、F 島でレギュラー取って、海外行って、まあ、代表でも確固たる地位を築いてっていう、もうやっぱ、ユートが努力した人のもう典型的なパターンの人やなと思う。ああ、才能というよりも、とにかく努力で。努力で。うん、まあ、多少の運もあるとは思うけどね。あ、もちろんもちろん。だからすごいって思う、ユートとかを。マジっすか。ヤットさんにすごいなんか言われるのめっちゃ嬉しいね。いや、それはすごいやろ。大学生からインテル行くねんで。大学生からまあまあまあ、あれもね。そうよ。たった10年ぐらいでもう行ってるわけやんだって。もう10年もかかってないか。大学頃だと6年か。2年半っすね。2年半でインテルでしたね。やろ3年ぐらい。あの時だって他の明治やったっけ。明治大学ですね。明治大学のサッカー部がインテル行くと思わんやん、誰も。まあね、誰も思わないですね。いや、だからやっぱすごいよ、すごいと思うもん。いやいや、ちょっと、なるほど、そういう印象があったんですね、最初はね。なるほど、なるほど。で、やっとさん、ちょっとまあまあ、まあ代表でこうやっていろいろ
やっとさんの最多出場記録のところもあるんですけど、さん J リーグでもさ、最多出場記録、うん、で公式戦1000試合でしょ、1000試合超えたね。1000試合超えてるんですか、公式戦。何試合だ、1010試合ぐらいかな、今。1010試合 ?1010 か15かどっか、そのくらい。いや、これちょっとサッカーしたことある人、まあ、プロじゃないけど、この数字の凄さをなかなか分かんないでしょうね。やっぱ他のスポーツとは違う。そうですかな。うん。そう、だから、J リーグの記録、もう今、聖吾さんと並んでんねんけど。そうですよね。だからその記録より1000試合の時に俺はもっと騒いでほしかったってマスコミにみんなに言ってんねん。なるほど、なるほど。1000試合の方が価値があります。1000試合やばいっすね、マジで。いや、すごいよね。よくやってるなって思う。待って、やつは何年間今プロですか。何年 ?22年ぐらい。23年目。23年目か。そう。でも普通に、だってかなり何40試合ぐらい年間出ないとそれいけないっすよ。そうね、40数試合よね。ほぼほぼよね。やば、ちょっとこれね、これ聞いてる人、あの まずもリーグ戦がね、30何試合なんですよ。で、カップ戦とかを含めても、年間でね、まあ、50いったら本当にすごいんですよ。なのに、まあね、うん、しかも中2日、3日でずっと試合が続いて、まあ、代表とか言ってたら移動距離も含めて、ACL も含めてすごいんですけど、この数字、本気でやばいですね。これは、まあ、プロでやってる人ほど多分、この本当、すごさわかるでしょうね。そうね。うん。先試合はちょっと自慢できるよ。誇りっすね、それ。これは多分引退するぐらいにめちゃめちゃ自慢すると思う。いや、これも、いやいや、もうがっつり自慢しちゃっても。いや、自慢したいけど、まあ、現役やから。そうですね、じゃあ現役終わってからね。現役終わったらめちゃめちゃ自慢すると思う。んで、そのさ、ちょっと待って、1000試合でしょ。んで、J リーグベスト11何回選ばれてます ?10 何回選ばれてるっす ?12 回ぐらいでしょ。11、2回選ばれてる。ああ、多分。そう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 。こんくらい。いや、もう誰っすか、マジで。いやいやいや、すごいよ。いや、正直ね、ねえ、あんた誰何もう、化け物っす。まあね。いや、まあね、いや、それもうまあねってなる、まあねってなるわ、それは。いや、でも、ベストイレブンはほら、いろんな人の目があるから、投票する。いや、でもそれも含めたじゃないですか、だって、まあね。活躍含め、プラスやっぱり花も必要じゃないですか。この、やっぱりこう、なんだろうな、スター性というか。まあ、それはそうですよね。まあまあね、だいたい選ばれてる人ね、やっぱりだいたいまあ順当だなみたいな、ね、そうですね、順当ですね。え、うん、俺はないだろうみたいなほとんどないじゃないですか、基本的に。まあ選ばれた年はまあ入るんちゃうかなぐらいな感じで思ってるけどね。うん、まあ自分でもわかりますよ、それ。なんとなくね、成績とかも見て。うんうんうん。で MVP も取ってますよね。MVP は1回取った、 J リーグ。でさ、ちょっと待って、なんかいろいろ記録もありすぎてさ、もうちょっと俺も、もう覚えられないんだけど。そうよね、結構記録取ったからね。いや、ちょっとさ、なんかもう、記録出しすぎて、もう出さんでって感じ。もうね、若い選手とか、追ってる人がね、遠すぎてね、途中で諦めてしまうような記録なんですよ、言ったら。ああ。いや。まあ、そう、まあ、そう、うん、そうかもね。いや、今考えたら。今言った全部記録、代表の歴代の記録も、J リーグの記録も、うん、ベストイレブンの記録も、うんうんうん、MVP も取ってて、で、ワールドカップ3大会ですよね。まあ、ドイツのワールドカップは、出場はしなかったとはいえ。そうそうそう。そう、アジア残念ながら。え、アジアカップ4回ちゃうかな。アジアカップ4回出てるんですよね。多分4、あ、そうそう、4回出て、2回優勝を、3位、ベスト8だ、この間の。オーストラリアの。しかも何なんですか、自分がさ、アジアカップ出た回数をさ、なんかちょっとあんまりうろ覚えないんですか。いや、長くやってたね、あれ何回出たっけなみたいな感じになんのよ。いや、それちょっとなってみたいわ。でも4回出た。楽しかった、4回とも。あー、マジですか。うん、楽しかったわ。え、むしろさ、ちょっとあのワールド、アジアカップって何の大会が一番楽しかったんですか。どれかな。まあまあ、でもカタールかな。カタールは楽しかったよ。あ、カタール、カタールか。はいはいはい。僕もいて、そうそう、ユートがね、そう、最後ね、チュンソンが決めたやつ。はいはいはい。あの大会は面白かったよね。一番なんか面白かったって印象残ってます。なんか中心としてもろにやれたなっていう実感やね。はい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 。あんまほとんど出たし、なんかやりたいようなサッカーもなんとなく見えたような感じだったから、楽しかったかな。なるほど。
ラットさんはさ、この天才っていると思います？世界に、この世界。世の中に？世の中に。まあ、天才っていうのがどういう定義かっていうのが自分でもよく分かってないから。ああ。この前、僕 YouTube でケイスケと、まあ、天才について結構こう話したんですけど、動画があるんですけど、うん、僕は、まあ、メッシはもう、まあ、天才だなと思ってるんですよ、うんうんうん、やっぱり、まあ、どれだけメッシと同じ環境、小さいところから同じ環境で同じトレーニングとか、うん、同じことをやっても僕はあのメッシにはなれないと思ってるんですよ、うんうん、やっぱり世の中には本当に一握りですけど、うん、天才はいると思ってて、努力ではもうどうにもならないさ、才能とかいると思ってて、はいはい、と思ってるんですけど、ケイスケはメッシにはなれるって言ってるんですよ。同じことを同じ環境とか、まあ言ったら同じトレーニングでやってきたら、みんな、まあ、メッシにはなれ、同じようにはなれないかもしれないけど、あのレベルになれる。あ、近いレベルまではこれで、ね、近いレベルまではなれるっていう、努力でなれるっていう言ってるんですよね。え、ヤットさん的にはそれどうですか、そのメッシとか、まあ言ったらサッカー界で、ね、あれってヤットさんの中で天才になるのかな。まあ、天才になるんかな、難しいね、その定義ね。いや、そうなんですよね。そう、だってメッシって、まあ、もともとすごいものを持ってて、それが開花したからあのレベルまで行ったかもしれんけど、例えば、まあ、ユートとかもそうやけど、だ大学生からインテルまで行ったっていうのは、ある意味天才よ、俺からしたら。ああ、なるほど。逆の意味で、だから、そう。まあ、なんていうの、努力の天才っていうのもそうだね。もともと生まれつき持ってるっていうのは、うん、後から言えるわけやん。はい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 。メッシってもともとすごいものを持ってたんだな、それが開花したんだなっていう。はいはい。でもユートももともと持ってるものは天才のものを持ってたかもしれない。それが大学生まで花咲かず、大学生になってオリンピックとか行って花が咲いたかもしれんから。だから俺にとったらメッシも天才かもしれんけど、ユートも天才やん、俺の中では。あー、なるほど。あれかな、考えかな。ということは、ヤットさん、才能っていうのは、まあ、人それぞれあるじゃないですか、生まれた時に。まあ、要は違いがあるっていうことですよね。そうそう、だからサッカー界だけじゃなくて、すごい凄腕のお医者さんとかでも一緒やん。たまたまそこの病院に行って開花したっていう、はいはいはい、でももともと持ってるものは持ってるんやけど、うん、その持ってる、例えばユートみたいにめちゃめちゃすごい技術があったわけじゃないけど、努力しながら実は持ってるものがあって、それが開花しただけかもしれんから。だから俺にとっては別にそのメッシレベルじゃなくても天才ってたくさんいると思ってるかな、俺の中で。なるほど。だからまあ小さい子でも結局メッシも才能があって、プラスそこに環境とか人とか出会いとか、うん、そのものが組み合わせてあのメッシができたわけであって、そう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 、でもメッシが生まれたとしてもあの環境がなかったらメッシになれなかったかもしれないってことですね、うん、そう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 、はい、だから天才って俺はもう結果論やと思うんだ。はい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 。そう、メッシって言ったらみんなが天才やと思って見てるから天才なわけで、はい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 、他の人から見たら、まあ、なんかあの小さい選手うまいねで終わるかもしれない。天才って言わんかった、うん、何の人は。人によって全然、まあ、違うと。人によって全然違う、そうそう、はあはあ、だから天才ってもしかしたら一握りのことを言うって言うって感じやん、今定義が、うん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 、でも本当はもうこんないるかもしれんやん、天才。なるほど。俺はどっちかというとそういう考えかな。はあ、そうか、なるほど。みんなだから天才っていうのは生まれた時に、まあ才能としてしっかりと持ってるものがあって、プラスアルファそれを掛け算で、うん、まあ、自分の努力とか継続する、まあ、その人の才能とか環境とかでそれが出来上がった時にみんなこれを天才と言ってるだけで、そう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 、持ってるってことですね。そうそう、みんな持ってるけど、それがただたまたま花が咲いてない、花が咲いててそれの人を天才と言ってるだけで、そうそうそう、だから綺麗な花が咲いてるだけが天才なじゃないやん、うん、地味な花でも見る人によって天才なわけやん。だから俺はそっちの考えかな。なるほど。だってさ、努力してない選手なんておらんやん、基本的に。あのレベルまで行く人。まあまあそうですね。絶対メッシも絶対なんかやってるやん、もう知らんけど、うん、陰で絶対やってんねん、見せてないだけで。はいはいはい、はい、だからそのもともと生まれたものを持ってる人が天才っていうのであれば、はい、何もしなくても全部できるのが天才だと、本間君の。はいはい、それこそがね。でもメッシは絶対やってんねん、いろんなこと、うんうん、で、あのレベルまで行ったっていうだけの話であって。なるほど。あのレベルだけが天才っていうわけじゃないと思う、俺は。ああ、なるほど。そうそうそう。
俺はそっち系かな。はいはいはい。うわ、すごい。これまた、これ皆さん、これめちゃめちゃ深い話聞けれますね。だから俺とユートで、ケイスケみたいな喧嘩はできる。ああ。もう僕ら、もう僕らも、パンパパンみたいな、もう、フィジカルコンタクト、もう、あれ、ズームのオンラインでフィジカルコンタクトやってましたから。持ち味出したな。ああ、もうお前、違うんだよみたいな。もういや、そうじゃない。あいつもやっぱ強いから、もうバーン来るんですよ。しかも負けないんですよ、絶対に。よくよ、代表の時よく見た光景や。よく見てたでしょ、これ。デュエルしてるの、ズーム。ズームでデュエルしてる。よく見たわ。でもこれね、皆さん、これまたこれ、ヤットさんのこの強さ出ました。平常心で全部吸収されちゃうっていう。で、吸収されて、なんかこう、まとめられて、はい、何も言えませんみたいな、ね。まあ、でも俺みたいな考えの人もいるんじゃない？いや、絶対いるでしょうね、それ。今聞いてみて、すごい勉強になりましたね。